はい、お世話になります。はい、遠山号の活動とかいろいろ、はい、私は実はさっきのゴールデンウィークで、はい、ネットで予約しようと思った遠山号、少人数で藤原先生と楽しむ遠山号というタイトルであったので、はい、ちょっと見たらもう満員だったの で、 一度興味があるのでぜひ参加したいと思いますが、どういったことをされてるんでしょうか。はい、富山はですね、もう17年目になります。いろんなことやりました。農業もやったし林業もやったし、で今やってることをご紹介しますと、実は神社があるんです。我々で誕生した神社があるんです。これそうなんです。富士国宮神社と言います。この石落っこってきたんです、裏山からうちの富山の畑に。で知り合いに霊能力者が何人もいまして、これは藤原先生すごい人だからしっかり拝めないかんというわけですよ。しっかり祭りないかん、えっなってますんですか、いや神社しないかん、えっってわけでですね、ここまで裏山から持ってきましてですね、この奥が我々が書いてる事務所なんですよ、富山のね。ね、これ神社作った、これがだから神殿で中が拝殿なんですよ。これだから一昨年の秋に起こってきまして、でこれ実はこれ富士とも因縁のある、富士とも因縁のある場所の遠山というところはね、富士の起源とも因縁があるんで、だから富士の最初に日本を作った8人の神様プラスこれ守ってる2人の神様で全部東柱を祀った神社ということでこれ作ったんですよ。で去年はまあ仲間でみんなそれぞれこの月並みさやってた、月1回集まりますからね、で仲間内で勉強会やって月の様やってて、これだからちゃんとこの後神門もあるし額もあるんですよ。これこうやってみんな我々の仲間が作ってくれてね、みんなでこれ拝殿の方ですね、こうやって作ってるんですよ。で今年からお客さん呼ぼうって言うんで、お客さん呼ぶ時にはきれいにやろうっていうわけで、これ御朱印もあるんですね。今ちょっと御朱印とね、御朱印もありまして、で私もこれお茶だね、そうそうお茶でしょ、だから神様と一緒にお茶飲もうってことで神事の一環でお茶やるんですね。普通お茶はその仏教でなんですけども、これ神道なんですよね。私勝手に神道でやってて神道のお茶で、で私もこれ着るんですよ、これ狩り犬を、これ私ですよ、これ私ですよ、これ笛も私の笛ですよ、これこれ流的流点じゃないか、これ、はい、今もっと言いますよ、これこの時この人数でね、これご招待のツアーのお客様ですね、お茶入れてですね、でこれはまあネットで撮影してたことですね、ちょっと待って、もっとあるはずなんだ、これそうだよね、拝んでんですよ、こうやって祝詞といろいろあるんですよ、いくつかありましてね、最初にあげる祝詞はですね、御霊沈みの祝詞と言いましてですね、死んだことのまだわからない霊をですね、この亡くなりましたからどうぞお静まりくださいっていう祝詞があるんですよ。よくお葬式やる祝詞なんですよ。でこれをその岩倉の前でやるんです。すっかり雰囲気変わりますよ。本当になんか明るくなる、誰もが感じますが明るくなる、はっと楽になります。それから今度ですね、まず払い祝詞でね、お払いの神様四柱を下ろして片取りをお払いしまして、それから今度は天照すめ大神、大元すめ大神、これを下ろして、で本格的なお祭りになります。最初にあげる祝詞が四備天界の太祝詞と祝詞であげます。これは大宇宙の一番奥であげる祝詞です。失礼としては大宇宙の神様たちと一緒にこの時間を過ごそうというそういう失礼なんです。それから今度は出口の御三郎が戦前作った祝詞という名前の祝詞をあげます。これはですね、とてもいい祝詞で、古事記に出ている本来の日本の美しい姿をたくさん並べた祝詞があるんです。山の姿、川の姿、海の姿、ね、いい祝詞でね、本来の日本の美しい姿、あるべき姿書いた祝詞があるんです。こんなあります、こうやって私読んでるんですかこれあげまして、それから皆さんに玉口奉天していただいて、で神事中留めに祝詞をあげて、であとですね、カルタやるんですよ。鬼三郎の桃神やることあるけども、今度から百人一首やろうと思って、さっき百人一首はね、縁があるんですよ、この富士の神様と。でそれ終わりましたら今度はですね、お茶会に入ります。一旦皆さんちょっとね、席外していただいてですね、お茶会の事前に準備しておきますから、その時の話題がございましてですね、話題に合わせて、お茶で、これは京都三条の
関西堂の、これはあのお菓子ですよね。だからもう地元だと美味しいお菓子取らないんで、もう京都でなんで美味しいお菓子持ってくることにしたんですね。これ京都のお菓子。これ3月だったから梅でね。このお茶碗はなんか金沢の作家さんが使って入ってくれたものですね。これね。なんかお茶の着物着てますよ私はね。これ一人で着るんですけどね。だからあまりかっこよくない。でこれもこれ九谷焼きでしょこれね。茶碗こんなのねちょっと集めたのがあるんですよ。皆さんこんな道具なんかねあれでヤフオクで簡単ですからああヤフオクだったらね10分の1ですよ20分の1ですよこれそのカルタだね、私もなんか神主やってますよこうやってちょこんと座ってでこれ3月夜話やったんですよ夜話はですねまあこれ冬にやるもんですからね一旦お食事取っていただき夜7時から9時までねこれ私娘手伝ってもらったんで、ね、娘お家やったんで本格的にね私は見よう見まねで私はあの祖母がねお茶やってたんですよ。でも全然もううちの母も大嫌いでお茶なんかですねくそくれで私一切母は学んでなくてで私もなんか見よう見まねでで娘はちゃんとやってるんですね。で娘手伝ってもらってこうでおひな祭りだからおひな様を並べましてですねでここはねいつも 毎月ですねゲストを呼ぶんですよ。で先月は5月飾りだったから応神天皇と竹の内の少ない大きな人形があるんですよ。それを置いたんですよ。まさにこの北九州、九州北部ですよ。応神天皇の世界だからね。それをお祭りしました。それをお献茶しましてね。で今月はあれですよ。あれ持ってきますわ。遠帝神農氏、日本で初めてまあ、漢方薬作った人ですね。すなわち富士古文献に出てくる日本に来た天孫族の一番の元が向こうの遠帝神農氏なんですよ。そのなんか平成に作った小さな置物があるんで、それをゲストに持ってきて、いつもゲストを置いてですね、一緒にお酒、お茶飲むんですよ。まあ、これは夜話だったので、ちょっと大騒ぎでございましたけどね。で、遠山の笛吹きましてね、笛吹いたら今度お茶、お酒が始まるんですよ。はい、お酒が始まりましてですね。で、ちょっと見にくいですけども、これお酒終わった後だな。お茶会のお酒でございますから、お調子ではなくてこの杯でね赤い杯でまあちょっと簡単にお酒とか甘酒飲んでいただきましてねで神事は一応終わりでございまして神様を迎えしてから懇親会お食事懇親会を普通やります。で翌日はですね、午後から遠山郷の木造校舎でこうやって講演会やってございます。で今年から撮影してくれる方々がいらっしゃいましてねオンラインも何も全部自分でやってたんですよ。全部自分ででもなんかやっぱりプロにやってもらうと全然違うし私もいろんなことできるんでですからまあちょっとプロに来てもらってですね、最近は、プロの力借りて映像をやってるとまあ8人なんですよね。このここ入り8人以上入んないですね。でお茶とか全部自分でやりますからおこい茶とお薄をおこい茶も実はもうコロナがありまして1人1杯ずつ立てるんですね。大変なんですね1人ずつおこい茶立てるの大変なんですよね。で時間もかかりますしね。しかしまあ立て出しってのも良くないしね。まあやっておりましてね。まあこれで慌ただしく2日間という。これが最近の遠山でございます。よろしいでしょうか。はい、ちなみにですね、私も2回に遠山郷に行きましたけど、一遍行ってみてください。本当に秘境でですね、一種独特の雰囲気ですけど、あここでやっぱりこういったね素晴らしいことがこう行われるということで、なんかねこういろんな気をもらうっていうんですかね。ぜひおすすめでございますのでね。はい。はい。